ボートレース常滑の5日間シリーズ第26回日本財団会長杯争奪戦競争最終日、いよいよ12レース優勝戦の開始となりました。優勝戦対戦の6選手は1号艇馬場芳也、2号艇岩瀬祐介、3号艇武田光文、4号艇黒井達也、5号艇中口博隆、6号艇は大平義明です。1号艇馬場芳也、大きく人気を集めての陰線です。2連対率わずかに 7.3% のモーターで得点率トップ、そして優勝戦1号艇は見事の一言、最後は人気に応えて締めくくるか。2号艇岩瀬祐介が2コース、岩瀬もシリーズ4勝を挙げました。そして3号艇の武田光文はここまで全て船券絡みの今シリーズの安定感です。3コース角受け、ダッシュ3艇4コースの角には4号艇の黒井達也、その攻め果たしてどうか。5号艇の中口博隆は常滑は20回の優勝を誇る水面です。5コースダッシュから大外6コースが6号艇、ベテランの味を存分に見せています6号艇の大平義明。非常に穏やかな水面コンディション、枠成3対3、優勝戦12レース。1番、2番、3番、4番、5番、6番、スタートしました。スリットは1コース、2コース、馬場、岩瀬が先行して1マークの攻防です。1マークは1号艇の馬場が回っていく、2号艇の岩瀬が差しを狙って、外は3号艇の武田、2番差しから4号艇の黒井ですが、すべての攻撃を完封です。1号艇の馬場芳也、スリット裏では3艇新優勢2マークに向かいます。なお、前提スタートは正常でした。2番手は2号艇の岩瀬優勢、内から接近は4号艇の黒井、あとは3番、5番、6番の追走で1周2マーク、馬場が先頭、2番手は2号艇の岩瀬、そして3番手は黒井を指してきたのが3号艇の武田光文、前は1番、2番、3番、3番手、4番手の定冠は2艇身、黒井が武田を追って、あとは少し離れて5番の中口、6番の大平という追走です。1号艇馬場、2号艇の岩瀬、そして3番手は3号艇の武田で、1番、2番、3番、体型変わることなく、3番手、4番手の定冠も3艇身から3艇身半、少し空きました。1号艇馬場芳也は完全に先頭独走になってホームに戻ります。2号艇岩瀬、3号艇の武田、1番、2番、3番、4番手以降は4号艇の黒井、そして5号艇中口、6号艇の大平です。最終周回に入って先頭は1号艇の馬場芳也、トップでバックストレッチ側に立ち上がりました。2番手は2号艇岩瀬、3番手は3号艇の武田。馬場芳也、今年は2回目、そして通算では62回目、常滑は一昨年の SG ダービーも含めてこれが4回目の優勝に向かって最終ターンマーク折り返してまいります。人気に応えて1号艇馬場芳也先頭です。2号艇岩瀬、3号艇の武田で1-2-3、優勝戦12レース間もなくゴール。1着1番馬場芳也、優勝の五輪、2着2番の岩瀬、3着3番の武田で五輪、後ろは4番黒井、5番中口、ラスト6番大平の順でゴールしています。